はい、皆様こんにちは、リヒトドゥンケルハイトでございます。今回はリクに答えて実況プレイ戦国バサラ3宴と題しまして、またリクエスト紹介していきたいと思います。今回リクエストしてくださいましたのは藤本圭一様です。読み方っていうかな、多分大丈夫だと思います。はい、この方から3宴で島津のじっちゃんで天下統一というリクエストをいただきました。ありがとうございます。じゃあこの方からこのリクエストをいただく前に、別の方から島津のじっちゃんのリクエストもらってるんですけど、あの専用装具必要なんですよね。で、専用装具は天下統一クリアしないと買えないので、まずはこちらのリクエストを紹介してから、はい、専用装具が必要なリクエストをこなしていきたいと思います。はい、前回は兄貴の天下統一をクリアいたしまして、今回は島津のじっちゃんなわけですが、バサラの実況をもはやというか、かれこれ7年以上やってるわけですが、島津のじっちゃん、まさかのここが初操作になります。今まで全く操作したことないと思うんですよね。私3でもやったことないはずなんですよね。やばいですねやばいですね。ねえ、しかも私の苦手な鈍足パワーキャラですよ。頑張ろう。鬼と人と。はい、で難易度なんですけども、特に指定はございません。島津のじっちゃんで天下統一ということ以外は特に指定はございませんので、まあやっぱり結構難しいキャラクターなので、普通で行きたいのは山々ですけど、普通だとレベル全然上がらないので、ここはちょっと難しいでやっていこうかなと思います。さすがにここで究極とかバサロを選ぶあのド M プリは私にはないのであのそんなんね、正直は本当に何十分かかんねんっていうレベルだになると思うので、はい、まあ選ぶステージにもよるとは思いますけどね。活力に満ちた時代、ほんまに大丈夫かな無数の英雄大丈夫かな。せめて3とかに操作してからやった方が良かったんちゃうっすよ。一つの頂を目指す。な、3より3宴の方が性能は上がってるから、逆にこっちやった方、こっちからやった方が、こっちの方を先やって3やった方が、もしかしたら順番的にいいんちゃうか。明け暮れたもんじゃ、一つ最後の武者修行でもしに行くかね。最後のって死ぬ気満々かな。さて、いつも通り戦国ドリームチャンスをやっています。今回、まあ、じっちゃんは西の果てなんでね、今回つりひめちゃんが番狂わせか。つりひめちゃんだって前回やったからな、兄貴の最後に。わお、焼き目をやったわ。前田軍残っても非常に困るけれども、まあいいや。前田軍と、そして相変わらず暗くなるこの仕様、本店めちゃくちゃ上杉、西軍系誰か、そうだなぁ。パッと目についたのは元就かなぁ。はい。ゴー。いざ、進軍開始。で、どこから行くかですよ。どこからでも最初は行けるんですけど、じっちゃんは足が遅いから、あんまり広いステージは行かん方がいいと思う。とはいえ、レベルは上げなあかんから、やっぱ、ちょっと弱めのところがいい。ちょっと弱めで、かつ ステージがそんなに広くないところがいいかな。お孫さんところとか広いしな。どうかな。パッと目についたのは、君やな、佐々木さん。前回、政宗様を倒したダークホースでございましたけれども、早速ちょっとバサラ焼いて、せっかくやから武器貼っていきましょう。ほいっと、中期ですか。まあいいですよ。中期でやったら、お楽しみ武器買う？ごめん、間違えた。この辺は普通に買おう。もういいわ、別に。お金は、前回、つぎ姫ちゃんのね、あれしたことで、50何万稼いだ。これね、これが天下統一モードをクリアすることによって、専用装備が出てくるんですけれども、これが必要なんでね、無名武器は別にいらんか。そうな。装備は、先ほどゲットしたこちらを、装備して。おでんかい！ちょっと見せて。でかっ！でかく、でかすぎね？ちょっと待って、でかすぎね？なんでこんなでかいの？ちょっと待って。でかすぎるやろ！ちょっと重いからこれを使おう。ちょ
ちょっとおもろいからこれ使おう。やっぱり防御かな最初は。仲間誰連れてく？じっちゃんの仲間って誰？じっちゃんの仲間って誰？え、ピンとこねえな。じっちゃんの仲間って誰やろ？宗しげさんか。宗しげさんあれやもんな、あの関ヶ原の戦いで一緒に出てくるもんな。宗しげさんか。勘兵衛さんはどうやろう、九州勢という意味ではあれかな。で、定勝か。その辺やろうな。じゃあまずは宗しげさんで行こうか。あ、宗しげさんってあれやろ、多分雷ちゃうか剣撃か属性が合ってるんちゃうかと思ったけど関係なかった。シャットタップじゃない、アシスト、アシスト。はい、扇、技は、はい、1段目の攻撃より正確に当てるための構え、構えたままの移動も可能。ほう、前方宙返りから叩き込む強烈な回転に、ああやってましたね。素早い飛び込みからの叩きつけ攻撃、叩きつけ後に通常ボタンで次元流浮き船に発生って、その浮き船がわからないんですけど、まあ4と違ってリアルタイムレベルアップではないから、とりあえずこの技を駆使してやっていかないといけないんですけれども、大丈夫でしょうか、わかりません。とりあえずやっていきましょう。迂回しないあなたに心からの尊敬を。まあじっちゃんって迂回するようなタイプ、いやでもじっちゃんってこうあれだよね、間欠泉に隠れてドーンとかやってくるし、割と卑怯な技も、技っていうか戦略も躊躇なくしてきそうだ。向きを前に前進しましょう。これ以上上向けねえけど、ちょっとおもろない、だってこれほとんど等身大やん、でかっ、重そう。こんにゃくと大根とちくわやで、よりによって柔らかい素材ばっかやで、むしろ硬いおでんの素材って何って感じやけど、皆さんおでんは好きですか？私はあんまり好きじゃないです。特にあのここに刺さってるあの大根とちくわは大嫌いです。練り物嫌いだし、おでんの大根は一番嫌いだし、ボロボロやね。うんやー、うーわー、これあれ、うおー、あ、いいですね、なんか楽しい。少しずつ詰めていくの。あ、挑発やったんや、あれ。ちょっと待って、挑発やったんやな、よくじっちゃんがやってるのを見るやつ。あ、なんかこれなんかちょっとあれに似てるな。恐れるのは市場だから。あ、じっちゃん早い、なんか攻撃力高いからかな、なかなか。あ、そっか、今装備してる武器が攻撃力高いっていうのもあるけど、なかなかゴリ押しが効くな、よかった。ただまあね、ビジュアルだからあれなんですけど、いや、なんかこれってちょっとバサラ技っぽいイメージの動きやなって思ったけど、意外と通常技でもやってくるんですね、やってくれるんですね。てか、ほっ、あ、よいしょ、止まって、お兄さん、ほらーん、よいしょ。あ、結構あれやな、この技の後にすぐ三角で発動するのいいですね、技の隙があんまりない、素晴らしい。よいしょ、これ手が早いんですね、この技、意外と手が早い。実は割と技は好きですね、いいですね、楽しい。この命に変えてでも。いや、しかしなぁ、おでんですよ。おでんはあんま好きじゃないんですよね。好んで食う具は卵とかかな。あとは、うちの家で、まあ、先ほど言ったように大根とか嫌いですから、結構変なものが入ってるんですよね。シューマイとか、あとなんか、鶏の足なのかな、骨付きのやつとか、筋肉、牛筋、これは肉類ばっかり言ってますけど、まあ、私は肉が好きだからっていうのあるんですけど、よっこれ、軍隊兵器をすぐに倒せるほどの攻撃力はないか。あ、間違えた、登ってるはずが降りていた。なんてことでしょう。どうした、よいしょ、疲れが見えた、ちょっと殴られそうですね、ハンマー兵。いやー、逃げたい、逃げたい。ふん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 、
楽しみ。拙者最後の相手としては不足なし。ゴー。おいが積んできたもの。はい。もう一回カップ。うん、なんかあんまり通常攻撃とバサラはちょっとモーションもこんなに違わないっていうのがなんか微妙に残念やな。あんまりバサラ技に特別感が見えないっていうのはちょっと悲しいですね。いやでもなんか勘兵衛さんと比べると島津のちっちゃんなかなか俊敏性ありますよ。嬉しいですね。はい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 とか言ってはいはいとか言うてやんな。あの人はこっちに来るな。ええー、ことや。帰ったら絵日記に書いとこ。よっこいしょ。ほっほっほっよっこらせえ。ああほいほいほい。そう本気で思っと。ほい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 。あこの勢いで今押し損ねたんですよ。実際体当たりすればあれやな、取れるんやな。これが最後の立ちになろうとも。あっそれがしに手を出さぬなら勝ちを譲ろう。一発目外すとあれやな、一発目外すと実際隙が出るな。酒の味くらいじゃ絶対に一発目当てなあかんやな。これなかなかそれは面倒なタイプですね。我が名当てたら連続でいけんねんけど、ほら当てへんかったらこううってなってしまう。これはなかなか、そうですね、それを知れたのいいですね。負けるな。祝宴での再会は果たそうぞ。体当たりとあれはないですね。ただまあ足は遅いな。実はダッシュジャンプの方が早いんではっていう説が、あー勘弁させてる。ダッシュジャンプの方が速そうな感じがするな。おー楽しい。いきましょう。いやーん、いよっこらせい。おー、これだけのダメージが入るんですね。あら、ふんにゃ。あ、しかしごめんね。仕方ないな。オッケー、いいねいいね、よかった。これ難易度難しいにして正解やったな。まあ今おでん持ってるからやろうけれども、いやでもなんかお楽しみ武器って見た目がちょっといまいちで、なかなかあんまり使いたがらないんですけど、私はおでんはなんか許されん な。それ基準が意味わからんけど、本当自分で言うといて基準意味わからんけど、なんでおでん許されんやろ。おでんはオッケーやな。あの特に私あれなんで、サスケのあのヘロキャンとかラーメンとか嫌いなんですけど、よいしょ。もしやこれは許せんな。あなたも真っ直ぐな人間ですね。やっべ、橘さんがこっち来てない。橘さんがこっち来てない。あれ占領してんだ。占領弱。ちょっと草むら邪魔ですね。ほらにゃほい。おー結構実際危なげなく進んでくれますね。いいですね。あー今のすかしたことになるの、マジか。あーやべ。うーん、よっこらしょ。明日お手当ての日なのに、よっしょ。当てろ。見えない、草が邪魔。ちょっとこの辺にこの人、真壁さん、真壁さん、君を倒したい。 OK です。 OK かな、 OK かな。あ、立花さん危険ね。ねしげさん来てます。そうなったら、それでは周りの娘どもが放っておきますまい。早いんちゃう。行くな。ダッシュジャンプはな、画面が上下するからちょっと見てると良いそうな感じがしそうな。でも何やろ、勘兵衛さんの方がジャンプ力がある気がする。なんで鉄球ボテでジャンプ力があんねんっていうな疑問なんだよな。でもなんかこんな感じがするな。でも近く長押し使ってないな。近く長押し、そうですよ、近く長押し。ほっ、ん少しずつ詰めていくぞ。焦ることはなか。ちょっと待って、どういうこと。えちょっと高めにもつく。あ、でも移動はできひんやな、これで。走ることはできひんやな。意味あるこれ。いや、意味ある。早く出しにしたい。よくわかんねえな。俺の必殺技、聞きやすねえ。もしかしてだけどあれかな、この上段構えで置けば、あ、一緒か。隙がなくなるんかと思ったけど、そんなこともないな。この近く長押しの使い方がよくわからんな。
い道は一体何なのかが手加減はできません。すいません。あ、酒飲みたかったな。まあいいや。酒飲んだら、あれかな、刑事みたいなんか。刑事のあれはな、バサラバサの回転数が上がるだけやしな。おいしょ。とりあえずスルー。ほう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 。ほう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 。無理やり殴っていく。よっしゃい、よいしょー。よいしょーってね。ブーストちょうだい。はい、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 よっこらさーい。ほい、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 まだちょっといけるね。ほい、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 よっこらさーい。この辺で行こうか。ここは集中戦闘。あ、いけるんちゃうか。1つや2つ外しかねんど。はい。決めの前に終わってしまいましたけど。まっすぐに生きた。それで満足です。そうか、じゃあ死んでくれ。よいしょー、よいしょー。いや、思ったよりスピーディーでしたね。老いというくさびが砕かれる日を。さっそな、おでん刺すな。それまで戦場で生き続けるとするかの。おでん刺すな。顔半分隠れそうなんですけど、ちょっとめっちゃ笑えるんですけど、大草原不可避なんですけど。おでんでいろいろ台無しなんやけど、初めてのムービーやのにおでん。いやでもおでん悪くないな。ほえー。あ、経験値プラス5はいいな。レベルは9まで上がった。また、あ、増えましたね。なんやこれ。なんやこれ。こんなんありましたっけ？敵の時にあんなん来たっけ？はい。こんな感じで、島津のじっちゃん初操作なんですけれども、頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら見てやってください。では今回ここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。